あれ、あれ、あっち持ってくれる？あれ持ってくれる？わかりました。ちょっとあれ、何を？カメラ、カメラ映ってないかどうか。ああ、そういう意味ね。そういう意味ね。これ逆の方がいいな。今さら、今さらはい。いや、それ何？いや、逆にできるよ、両方。いや、それは無理です。無理やりはできますけど。うん、そう。これ耳つけるやつです。違うなったの？これ、あ、もう配信繋がってない。前回いつ放送したの？わかんない。いつ、それ調べといてよ、そういうの。前回の募金じゃない？まあいいや。大丈夫です。前回も出てない。前回出てないよ。あ、そう。あ、前回あれか。あいつのフルートのやつのあれやったのかな。あれ、そろそろ始まります、ね。はい。ますよ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ということでですね、久しぶりに戻ってきましたね。ドリームキングダムね。もうだいぶ久しぶりですよ、おじ。前回いつやったか全然覚えてない。覚えてないですね。全然覚えてない。調べとけっていう話なんですけど。確か寒かったような気がするんですけどね。はい。はい、いやー、もう本当に第5週だけの登場になってしまうんですけど。そうですね、4月からね。はい、これも4月から5週目ったって、また今日で1回目かな。5週目1回目っていうことは、前回は3月っていうことじゃないですか。そうですね、多分ね。うん、うん、ということは3ヶ月ぶりぐらいですね。そうですね、はい、うん、ということで、なんと今月、うん、王子の誕生日月じゃないですか。ということで、まだ早いですよ、その話題は。ちょっとね、早かったですか。これからゆっくり行きましょう。わかりました、わかりました、うん、まあそんな感じでですね、あ、早いって言われたんですけど、今日は王子、王子、王子尽くしになってますので。うん、そうじゃないですか。だってこの後聞くのも王子が好きな曲を聞くし、うん、ゲストさんも王子が好きな人を出てもらう、うん、わけじゃないですか。あ、そっか、今日うなちゃんの曲流さないんだね。そうです、そうです。だから今日は王子、王子、王子の日ですからね。そうか、うん、主役だね、じゃあね。王子が主役ですよ。でもね、明日で6月30日なんで、明日までです。うん、明日まで、明日まではね、誕生日付きでね、うん、相手にしてくれるんで、多分7月に入ったらね、誰も相手にしてくれないと思います。そうなんですね、はい、じゃあ僕も相手にしない感じですか。それはないでしょう。じゃあ早速ですね、王子第1弾ということで。そうですね、王子の好きな曲を1曲いってみましょう。最近ね、ちょっとね、うん、ライブでね、誕生日ライブでちょっと歌わせていただいた曲をね。本当ですか。はい、やりたいと思います。はい、沢田研二の勝手に仕上がれ。そうで、3月にあのフルートの子のライブを、ね、ライブするシーンで呼んで、それでやったよね。アイゼッチュー来なかった。そうで、その後アイゼッチューとあのなんだっけ、パーさんも来て。ああ、そうだったね。パーさんよ、アイゼッチュー喋んでて、パーさんばっか喋ってて、ちょっと怖い。そんな感じだったじゃない。そうそうそう、なんか今思い出して、俺も3月、3月これが下がってる間喋って大丈夫です。うん、はい、あ、そうですね。これ奥なんで、音が、曲が流れてるんで、ただここには流れます。ニュースラジオ初めて。そうなんですよ。あ、こんな出てるのに喋れないんでお答えしてましたら。これ歌ったんだね。あと、俺歌ったよね。ギター弾いて、ん、ギター弾いて、うん、でそれはラジオで話す。本当にそれはラジオで話す。本当に勝手に仕上がりやって。あ、それさ、はい、もう間もなくです。はい、聞いていただいたのは沢田研二の勝手に仕上がれでした。これ王子歌ったんですか。そうですね、歌いましたね。いつ歌ったんですか。ね、6月21日が誕生日なんで、うん、誕生日当日にね、はいはい、元住吉って、まあここから近いんですけど、うんうん、元住吉パワーズ2さんでね、歌いましたね。
なんと、うん、その時はカラオケ？その時はね、あのね、イルカヘッドのドマリさんっていう方にね、サポートギターをやっていただいたんですけど、あれ？なんでドマリさんいるの？なんか目の前にいるけど、どうしちゃったの今日？うっせえな。ということでね、今日のゲストはね、はい、あの3組いるんですけど、第1弾としてイルカヘッドのドマリさんです。はい、はい、皆さんこんばんは、イルカとドマリです。お久しぶりです。前回来た時も僕だったんじゃないですか。あ、そう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 。何？誕生日ライブサポートしていただいてありがとうございました。まずね、お礼を言っとかないとね。本当ですか？はい、公共の電波を使って、ね、じゃあこれ放送終わるまで参加俺行ってね。ビール3杯飲んで。やかましいわ。すみませんね。あ、そうなんですよ。だからこの勝手に仕上がれと、はいはい、あと渡辺徹さんの約束、はい、をやったんですよ。なるほど。はい、約束までちゃんと約束でやってくれたんですけど、うん、勝手に仕上がれって本当に勝手に仕上がれやってテンポは変えるわ、急に喋り出すわ。なるほど。大変だったんですよ。ドマリさん、はい、楽しかったから。なんか人をなんかもうなんかこう手抜いなんかね、ミュージックボックス扱いされちゃって。はまあでもなんかだいぶお客さん喜んでましたからね。盛り上がったよね。よかったんじゃないですか。初ライブと思えないほど堂々と。なるほどですね。はい、そんなあの喋りまくってるドマリさんなんですけども、はい、聞いてる人はですね、この人何なんだっていうことだと思ってるんですよ。こんなに出ているのに。こんなに出ているのに。なので改めてちょっとこう聞いてる人もね。あのね、俺も多分知ってる情報はね、うん、多分だよ、うん。沖縄の人かなーっていうのは分かった。さっきそれ喋ってたからね。あの私イルカエットというバンドやっておりまして、はい、はい、もうバンドのメンバー僕しかいなくなったんですけれども、はい、もうね今とりあえずソロまあまあ一人でやっておりまして、うん、まあシンガーソングライター、そうだね、まあ自分一人でやってますね。今はね、今はやってますけど、ずっとバンドやってまして、それでもうずっとドリームキングダムさんのお世話になって、うん、うん、何？あんまり動かないで。あ、ほんと？あれ気にしなくて大丈夫ですから、ね、なんか注文いな今日は。なんだ、ね、違う、マイクがね、はい、あ、揺れる。あ、ごめんなさいごめんなさい、揺れちゃうんで、すいませんすいません、大丈夫です。できればあの固まってください。固まって、はい、わかりました。前に言ってましたね、もうこれで。でも結構だいぶ呼ばれて、何回も結構やらせてもらって、うん、前回も来て喋りましたし、今回もやってもらってるのと、うん、はい、お呼びいただいて本当ありがとうございます。今度たまにこの席座ってみる。え、この席座ってみる。俺ゲストなしでずっと喋ってるよ。それ困りますね。関係ってますけど ね、うん、そうなんですよ。今日もだからラジオ出るってやってたんですけど、うん、ちょっとあの暑くて、もう暑くないですか今日。あのね、あ、そうだ、今日言うの忘れた。今日ね、あの関東甲信越は梅雨明けしました。はい、そうですね。なんと6月中にね、梅雨明けなんてね、はい、俺記憶ないんだよね。そうですか。王子の誕生日だからじゃない？誕生日はもうとっくに終わったんですよ。誕生日好きだから。誕生日好きだから。これなんかちょっと怖いのがなんかね、ちょっと地震とかね、全国で起こってるのがちょっと心配だなと思ってね。こんなにこの梅雨明けもなんかあれがあるの？いや、なんかそういうのってあるじゃないですか、なんかね。知らないっす。だって今日33度とかだよ。え、王子は33歳だったの？いや、俺は第54回目。54回目、ああ、そうね、しょうがないし。温度と年齢は関係ないもんね。関係ないですよ。しょうがないですよ。ありがとうございます。それでも暑くて寝れなかったんですよ。はい、それでちょっと朝方からちょっとスタジオ行きまして、はい、ほんのずっとさっきまで。はい。ほんとスタジオこもってずっと音をミックスダウンしてまして。うん、で、うん、ちょっともう作ってたんですけど、本当に。なんかね、打ち合わせ来ねえな、来ねえなと思ったら。あのでやってて、本当にボーカルとギターだけまでに全部落として、うん、そっからもう一回ドラムから全部構築し直して、全部切れてて、すごい没頭してたんですよ。はいはい、そしたら先ほど、あの打ち合わせ早々始まりますかって LINE 見て、初めてじゃない、その時に、あ、そうだ、今日ラジオだったって思い出して。その時？その時です。それまで本当にもう6時か7時ぐらいから3時半ぐらいまで、はい、約もう8時間ずっとスタジオいました。お前さん、ドリームキングダムを甘く見てるな。いや、見てる。本当に集中してた。だその、ね、うん、今日エリスの、あ、そう、王子のそのね、ライブで1曲、はいはい、この今アルバムを制作中でして、新しいアルバム作ってる最中で、うん、で、もうバンドのメンバーいませんから、うん、ギターからドラムから全部純度 100% のドマリズムで、はい、もう全部僕が一人でボーカル。何人いるんですか？僕一人です、今メンバーで。何止まりだいたいコーラス止まり、ストリングスワークみたいなのがいっぱいですけど、だからピアノアレンジ、ストリングスアレンジ、はい、全部コーラスワークから全部自分一人で作ってやっているの、今日ミックスダウンして、今日この日のためになんと持ってきました1曲。すいません、はい、俺も喋りたい。今あと3分だけ喋ってます。まだ時間はありますね。時間はある。いや、そうですよ、一回この曲を、うん、王子のライブ、誕生日ライブの時に、うん、落としたんですよ。でちょっと板にかけてお客さんの反応見たんですけれども、うん、ちょっと僕が思ってるような反応じゃなくて、
思ってるような反応じゃなくて、もうちょっと来るはずだったんですけど、はい、あんまり来なくて、でちょっともっと省いてもう一回リアレンジして、なるほど、結構なんかまた整理して、うんうんうん、綺麗にアレンジもう一回し直してっていうのを今日本当6時間ぐらいずっとやってますね。なるほど、それで打ち合わせが遅れたわけですね。遅れた、打ち合わせの方とっくり忘れてましたね。あ、出たのとはちょっと違いますね。それぐらいなんか今日ずっと使ったこの至極の一曲ワンダフルユニバースっていう曲を、うん、かける。じゃあ、え、嫌なの。な、何その中で、ね、なんかもうこんだけ喋って嫌なんかい。おかしいだろ。いいですよ、はい、あのね、イルカヘッドって聞いてる人はね、何なのか分かんなかったんで、どういうバンド名の由来かちょっと教えてくれる。イルカヘッド、そっから、そっから、うん、イルカヘッドって、うん、一回聞いたら忘れないでしょ。イルカの頭、はい、だから要はバンドメンバーでいろいろやったんですけども、うん、漢字で油とか、うん、なんかそういうなんかこう絶対人が聞いて忘れない話をバンドしようと思ってやってたんですけど、うん、僕は普通にゼロボックスとかかっこいいバンド名前やってたんですけども、もうダメだと、うん、でイルカヘッドってたまたま何かの機会で行った瞬間、うん、メンバー大爆笑しちゃって、イルカヘッドで、だって面白いじゃないですか、イルカヘッドで、なんだそのバンド名みたいになって、はいはいはい、でやって面白かった、そのままそれで登録しちゃったんですよ、うん、でも次の週またみんなでリハーサル会った時にみんなイルカヘッドって名前を公開しちゃって、あ、なるほどですね、もうやめようと、じゃあもうこれは一回登録しちゃったから一回ライブ終わったら、うん、このライブ終わったらバンド名変えようと、うん、分かった、後悔したのを公開しちゃったんでしょ。違う、どっち。おや、おっさんギャグかよ。そういうのがあって一回ライブやったんですよ。終わったらお客さんがみんな、あ、イルカヘッドさん、イルカヘッドさんって面白いもんだ、イルカヘッドの響きが、なるほど、ね、みんなイルカヘッドって言い始めちゃって、やめるにやめれなくなって今までやってます。よし、そろそろ歌いこう。じゃあその、そうですね、今日さっきまでね、そうですね、一生懸命やってくれた、新しいアルバムを作ってまして、うん、アルバムのオープニング1曲目を飾ろうと思っております。ワンダフルユニバース、聴いてください。なんかこう、時間通り、あ、ちょっと巻いてますね、ちょっと巻いてるのね、そしてぐちゃぐちゃでしたね、うん。まあ、王子がね、今日はメインですからね。この曲について少しいじろう。はい、いや、いじる予定だったんだけど、今先にだから、曲の話してんのにバンドの由来ゆえとか始まったから、うんってなってる。いや、聴いてる人はイルカヘッドって何かなと思って、うん、バンドだって。いや、なんでイルカヘッドなのかなと思って。じゃあ、準備を。その横で椅子一個あればいいかな。そうですね、その椅子なんて丸椅子の方がいいよ、うん、ドマリズムです、ドマリズム、その方狭くなるほど、はい、今これ何人のドマリがいるんですか。これね、約4人いるね。いや、じゃなくて前に来るのに、え、それ使うの、じゃなくて、それは椅子を後ろにしといて、ダメですね、うん、残るのはなんで、いや、カメラに映るのにさ、ちょっとあんまり広がると、あ、その後、その後ビジュアル、この後フェード、フェードがダウン、ダウン、ダウンで、はい、これをこれですね、もうずっと作ってたんですよ、うん、なるほどです、ね、はい、もっと結構入り組んでて、ストリングスとかいっぱい使ったり、ピアノとかもいっぱい弾いてたんですけども、うん、はいはい、ちょっとごちゃごちゃしちゃってて、うんうんうん、で、それをやっぱ板にかけてもお客さんの反応もいまいちだったので、うん、あ、もっとシンプルにもっとやっていこうってことで、今日これをずっと一人で、なるほどですね、はい、で確かに前聞いた時はストリングスが入ってた。そうそうそう。で後半にこう盛り上がりのために持っていくために、前半どんだけシンプルにしていくのか、でだんだんこう音が重なっていく形でやっていくことによって一気にスッキリしたので、でこういうのをやってるとミュージシャンっぽいでしょ。なんか俺のこと皆さんお笑い芸人かなんかと勘違いしてると思って、いや違ったんですか。いや違う違う違う、ミュージシャンだからそれでやってますんでね。だからイルカヘッドってバンドはもうほんとロックをゴリゴリやってたんですけど、うん、今回やっぱポップスっていうか歌物、うん、結構メロディーとか歌を基軸にすごくアルバムを作ってみようかなと思って、こういう形の
なかなかやれればなと思ってるんですけど、はいはい、こう見ても僕あの歌の先生とかもしてますんでね。またまたご冗談お笑い寄せじゃ、ね、お笑い寄せじゃないよそんなね喋、うん、る人はね先生やってません。喋る人は先生やってます。そうそうそう。だねあの先の間の方でオプティミストリップスっていうねあの、うん、えなんだってオプティミストリップスというストリップなねあのボーカル教室もやってますのでねあの宮前大学と先の間駅前校と2校ありまして僕はあの先の間駅前校担当でやってますので、ねうんうんうん、もしラジオ聞いてちょっとの音楽や歌に興味がある方あ俺知ってる前ねここでラジオやってたルーカさんね。あそっかル、うんルーカはやってたもんね。番組やってましたもんね。あそこそこやってましたね。ね、ゆかりがありますね、皆さんね。つながってるんですよ、みんな。みんなね、それはもう王子がね、はい、これだけも広げてくれてるし、王子のつながりで、ピシッとやれてるの で、うんでね、やっぱドリームキングダムのおかげじゃないんでしょうか ね、1年に1回、ちゃんとお墓参り来たよ。もう死んだ後の話だいぶ先の話ですね。だいぶ先の話。なんか殺しても死ななさそうじゃん。え殺しても死ななさそうじゃん、王子。まあそんなことないけどこう見て打たれ弱いからねガラスのハートだからじゃあガンガン打っていきましょう割れどんだけた割れるかみたいないいですけどねそういう形でまあでもイルカエイトもよくねドリームキングダムよくあの出させていただいて、はい、前回ねあれだよね町田ミュージックパーク出ていただきましたねそうです町田ミュージックパークでギター一本で弾き語りをしながら音響を流しながらちょこちょこやってたんですけれども、うんうんそうですね、はい、そういう形があのやってたんですけどもそろそろバンドでやりたいなと思ってて、うん、で改めて本当にまたドラムちょっとうな叩いてよどうああいいですねまたまたうなとかにもお願いしながらフェイス入れてまたバンドでちょっと、うん、ちょっとまたね1時間とかそれが長いぐらいワンマンに近い状態でできればなと思っててこの前言ったパワーズさんパワーズ2よかったですねすごいいい箱でしたよおすごく、うん、しっかりしてていいお店だなあいい箱だなと思いながらやってたんで何しんみりしてるの、大丈夫そろそろあの次のゲストの方もう終わり俺が喋りすぎたからどこダメとかダメないのいやそんなことないですいやそんなことないなんと次のゲストさんは次のゲストさんはおじどうぞいやあのいらっしゃるんで今日はどまるさんね来ていただいてありがとうございました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 すいません、はい、失礼しますということでねどまるさんはね、はいすごい何ですか喋るないやすごい喋りますよ喋るよねなんかそうですよマシンガントークの嵐が去ったって感じですね、うん、そしてね次のゲストさんなんですけども、うん誕生日ライブがね、6月10日21日23日とあります23日にね、はい、伊勢崎町のクロスストリートというところでやったんですけども、うんうんうんゆずさんが命名した箱なんですけどねそこでやっていただいた、はいネイのゆりえさんがね、今日スタジオの方にお越しになってますんで自己紹介の方していただきたいと思います。ネイのゆりえさん、どうぞ。はじめまして、ネイのゆりえです。はい、お願いします。はい、ポップシンガーとしてシンガーソングライターですね、として活動しています。王子さんとうなさんには、ね、よくお世話になっております。世話してないですねいやもう何年くらいですかね王子さんとは。ねそれかネオさんは私がね川崎駅で声かけさせてもらったんですけども その時にねサポートギターやってた声の真由美さんがいらしてですね、はい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 、声の真由美さんまあうなちゃんもしてくれね一時うちの会社の所属 そうです、ね、アーティストですからねそこからの付き合いなんで、はい結構5年とかもっと行ってますかね。そうですね、5年ぐらいは経ってます、ね、5年は行ってます多分ね5年、はい、5年ぐらいじゃないですかね。そうですね、はい、ねちょこちょこ声かけていただきまして、はい、ライブも出演させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この間ね、ライブ2ステージ出てもらったんですね。そうです、 2ステージやっていただいたんですよね、はい、うん、1部2部と出させていただいて、はい、はい、ちょうど僕は2部の方にちょっと間に合う感じでですね、はい、そう少しね一部はちょっと間に合わなかったんですけどす、ね、しっかりと聞かせてもらいました。ありがとうございます。あれそして綺麗な女性がもう一人いるぞ。おそうなんです。実は、うん、まあ、シンガーソングライター以外にも、うん、いろいろとやっておりまして、はい、まあ、オールディーズライブハウスで、うん、洋楽中心のカバーをしていたり、はいはいはい、と3人組のハーモニーユニットをやったりしていまして、はい、はい、実は
ちょっと話べたな私の助っ人としましてユニットの一人の、のりこちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。のりこさん、じゃあ自己紹介の方お願いします。はい、はい、皆さんはじめまして、のりこと言います。ゆりえちゃんとシュノリーという3人組のユニットで、一緒に活動しております。 NOLICO でのりこです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま す。実はなんとのりこちゃんも6月24日生まれなんですよ、はい、つい最近じゃないですか。そうなんです、その日曜日だね。そうです、はい、で私木曜日、はい、その前のね、はい、そうですね、だいぶ近い3日違いぐらいですもんね、うん、そうですね、はい、俺私は誕生日ライブ明日もあってね、はい、あの今月5本あるんですけど、うん、のりこさんの誕生日ライブの方は私は実は21日が、うん、まずライブでして、うん、で22日が毎週金曜日歌ってるお店でバースデーイベントをしていただいて、で24日がゆれちゃんと一緒のユニットで、リアルバースデー恵比寿の方で、じゃあ明日、はい、明後日日曜日ですね。はい、なるほどですね、はい、結構忙しかったです。そうか、はい、忙しかったって忙しいんでしょ。いやもう一通り一旦落ち着きます。なるほどあ、そうかそうかそうか、はい、誕生月だから。あ、そうだ、今日29だもんね。そうなんです、終わってるもんね、はい、びっくりした。そうなんです、ね、そうなんです、ね、はい、どうでしたか24日24日、はい、うん、あのユニットで初めて、うんうん、あの恵比寿じゃんけんぽんというところで出演してる。じゃんけんぽん、すごい名前ですね。はい、おそうなんです、うんうん、そこでユニットイベントをやりまして、はいはいはい、はい、初めてシュノリーで出させていただいたんですよ、はい、うんうん、お客様もすごい温かくてね、うんうんうん、はい、そう、また来月ね出させていただくことになってます、はいはい、なるほどですね。毎月そこで演奏するっていう感じなんですか。しばらく、そうですね、しばらくは月1で出させていただく予定になってます、はい、じゃあ毎月会えるチャンスがあるってことですね、はいはい、見たことない、聞いたことないおお、そう、聞いたこともないですよ、そのユニットの、はい、次はいつどこで見れるんですか。今言ったじゃん、そうです、ね、毎月ジャンケンポンでやる。あ、ジャンケンポンでやってるの、はい、7月の15日に、はい、15日ね、祝日の間ですね、うんうん、はい、連休の間ですかね。あ、いいとこ、ね、3連休の中身だね、はい、はい、うーん、そうなんです。で、実は8月11日、うん、山の日に、うん、ワンマンライブをさせていただくんですよ、おー、はい、ボリューム2、ボリューム2で池尻大橋の、うん、音肉バルアゲハスというお店があるんですけども、はい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 、はい、これすごい名前の箱だよね。そう一応なんか普段は、まあ、音楽と、うん、まあ、お肉をメインに2つ。あ、なるほど、はい、楽しい。それで音と肉なんだね、うん、そうなんです。なるほど何のことなんだろう。そうですよね、そんなになんかこう肉食系の音楽を中心にやるのかななんて思ってたんですけどね。お肉が食べれるんですよ。なるほど、はい、お食事もできますよというお店ですね、はい、美味しいお店ということですね、はい、はい。そこでワンマンライブがあると。はい、はい、ちょっとタイトルが長いんですけど、うん、まあ、真面目にやりますボリューム2、初中お見舞い申し上げますというタイトルです。長いですね。やる曲バレちゃう、バレちゃう、もう初中お見舞い申し上げます。そうですね、うん、これは、何時からやるんですか。はい、開演が19時になります。はいはいはい、はい、夜ですね。夜です。まあ大体普通夜だよ、まあ、いやほらだってほら、ね、連休の連休じゃないですね。8月は8月の11なので山の日、山の日、まあ、ちょっとお盆に入る時です ね、 ですね、うん、なるほど、まあ、休みの日あたりだから割と昼間からやってもいいのかななんていうイメージが勝手にあったんですけど。そうですね、確かに確かに、昼からも多分やってる方は多いと思います、うん、なるほど、そういう感じなんですね。はい、まあそんな感じなんですけど、そのあのシュノリーの曲は、はい、今日は持ってきてはない、ない、まだカバー曲が多いですね、ほとんどカバーって、はい、カバーだけですね。カバーだけなんですね。はい、誰のカバーをやられてるんですか。そうですね、結構いろんなアーティストさんなんですけども、うん、ハーモニー系ですとか、はいはい、ま、ちょっとキャンディーズさんをやったりですとか、うん、はい、キャンディーズ、はい、世代ですか。すごいツッコミですね。キャンディーズなんてもう俺の時代じゃないですかね。はい、はいはい、世代ですね、うん、実はまあ
昔アイスキャンディーズというユニットを私ゆりえがやってたんですけども、はい、見たことありますね、はい、確かにクラブチッターで出てもらいましたよね。そうですね、出させていただいて、はい、でちょっと一人変わったのがのりこちゃんで、うん、なるほど、はい、ニューキャンディーズですね。そうなんです、そうです、ね、はい、ま、そのアイスキャンディーズより、うん、ま、キャンディーズメインというよりはもうちょっと大人っぽい、ま、オールディーズ系ですとか、ね、はい、はい、ちょっとセクシーなバーレスク系のタイプですとか。おー、なるほど、はいはい、じゃあ男性は絶対行かなきゃ。そうですね、そうですね布少なめですからね。布少なめ、じゃあますます行かないとですね。はい、ちょっと脱ぎたがりがいるな。脱ぎたがりが誰かしら、誰かしら布が少ないなんてすごいいいじゃないですか、ね、はい、必見です。必見ですね。これは8月11日絶対行かなきゃですね。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。でもこの後、まあ、曲を皆さんにお届けしてもらうんですけど、はい、流していただくのは、はい、ゆりえのゆりえの、はい、オリジナル曲ブラックコーヒーという曲を聴、いていただきたいと思うんですが。ブラックコーヒー、はい、これ僕結構好きなんですよ。 ありがとうございます。いい曲、嬉しい。そうなんです、はい、結構頭に残ってて、はい、あ、また今日これやったみたいな。そうですね、やっぱ一番人気の曲です。で実際にはこの曲はどういう曲なんですか。はい、そうですね、まあ、私がお子ちゃまで、うん、そのブラックコーヒーが飲めないんですけども、はいはいはい、まあ、この曲の主人公というかも、うんうん、まあ、お子ちゃまな女の子の曲で、まあ、年上の、まあ、彼へのラブソングになってます。なるほどですね、はい、確かにそんな感じがしながらいつも聞いて、はい、でも実際はどうなんだろうなと思いながらこう聞いてましたけどじゃあ早速ねその曲を、はい、聞いてもらいたいと思います。ということで曲をご紹介お願いします。はい、お願いします。はい、ねえのゆりえでブラックコーヒー。これ、ごめんなさい、1分 CM あるの分かってるでしょ。分かってますよ。59分になるのかな。あ、いや、これ曲終わりで、うん、次、だって1時え、じゃあ CM が、ここの CM が1個ある。あ、分かりますよ。59分になる、うんうん、ってことはさ、安西さんにすみません、はい、まだ、こうやってトークもするんだよね。そうそうそうです、うん、じゃあ CM の後も曲は終わった後トーク続くんだね。そうです。じゃあ CM のとこはどうやって持っていく。59分だったらこのまま曲を終わりで CM になる。あ、曲終わりで CM なんだ。じゃあ待った待った、じゃあこれはゼロになったら勝手に行くわ。そうです、そうです、そうです。どうやって行こうかなと思ったんだよ。打ち合わせ参加しないから。そうもうあと締めみたいな感じ。はい、このまま CM に行ってそれでまたトークがあるんで、うん、あ、このまま流し切りで、そうです、このまま CM 行くから。そのまま CM に行きます。あと45分で CM だ。そしたらさ、頭時刻は19時を回りましたっていう、いや、言わなくていいんじゃないかなって思う。いや、時報、アッピーって言うんでしょ、でも、うん、それからドリームキングダム第2部ですかっていう。あ、まあそれは言ってもいいと思いますよ。時刻は7時を回りました。痛いですね。いや、でも時間は言った方がいいんだよ、ラジオだからさ、こういうのさ。じゃあ俺が言う、こうなったの。わかりました。1分 CM が入ります。はい、ここ空中して、うん、早いですね、あっという間。まあここは今ちょうど見えないけど、ここに時間が書いてある、うん、
さあ、さあ、うなちゃん、時刻は7時を回りました。はい。ということで、うん、後半ですね。後半ですね。と言っても、まだネイノさんはいてくださいよ。はい。はい。どういうことで、どうでしたか？はい。ブラックコーヒー。はい。うん。ありがとうございます。なんか聞いてる間に寝はしなかったけど。うん。このね、サビのところのポップな感じも結構好きなんですよね、はい、結構キャッチーな感じで作れましたので、うん、残ってくれると思います、うん、そうなんです、このちょっと体が横にこう触れるような感じ、はい、あの感じがね、なんかいいなっていういつも思ってるんですね。嬉しいです、ありがとうございますそうなんですけど、まあ、ということでね、なんか、うん、もう時間もあんまりないのでね、はい、もう一度じゃあなんか最後にそうですね、何かお知らせあればね、はい、じゃあ先ほど聞いていただいたブラックコーヒーなんですが、はい、3月にリリースしました、うん、ファーストアルバム H30 に収録しておりますので、うん、まあ、ぜひちょっと手売りがメインなんですけども、ベースとかメルカリとかでも出品しています。ああ、なるほどですね、はい、あとはなんかツイッターとかやってたりするんですか？そうですね、ツイッター、インスタ、フェイスブック全部やっております。お、はい、それで、ネイのゆりえで検索すればいいのかな、はい、出てくると思います、はい、のりこさんは私は、ツイッター、ツイッター、はい、NOLICO777 で出てきます。なるほど、はいはい、まあ、どっちかとつながれば見つかるってことですよね、はい、そうだと思います、はい、うんうん、なのでぜひ皆さんね、ツイッターとかフォローしてください。お願いします。ということですね。ということで、ねえのゆり、ねえのゆりえさんと、のりこさんでしたっけ、はい、はい、そうですよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあここでね、王子が今日じゃない、21日に歌ったっていう、そうですね、あの曲をオリジナルのね、曲の方を、ね、はい、聞いてもらいましょう。聞いてもらいましょう。はい、渡辺徹で約束。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれを見ながら。右と左とあります。それはそっちですね、こっちですね、こっち、こう挟む感じ、こうでいいのか、あ、あ、落ちる落ちる、ニュアンス的には今だいぶ近いはずなんですけど、かける感じ、かける感じですね、大丈夫です、これを歌ったんだ、聞けなかったんです、あれでも歌って、クロスツールでも歌ってだって上田さんにしたのかもしれないけど、ありますよって言われて、ありますよ冗談で言ったのに、ありますよって言われてた、はい、聴いていただきました、渡辺徹の約束、いい曲だね、うなちゃん、いやこれを王子歌ったんですね、歌いましたよ、21日と23日に、あ、2回気持ちよかったおー、うん、1回も見てない、じゃあ明日歌おうか、明日実は明日もあるんですよね、うなちゃんね、あ、そうですね、まあ、後で告知しましょうね、うん、そしてね、ゲストは3組目がね、はい、いらしてまして、うん、その21日のねパーツ2に来ていただいたお客様がいるんですけど、うん、いろんなね、はい、いろんな音楽系のね、なんかライブだったりいろんな、うん、ボイストレーナーだったりねしていただいてる安西由香さんを紹介します。あ、こんにちは、はじめまして、安西由香と申します。はい、こんにちは。王子とは、うん、元住吉パワーズ2によくランチに行くんですけれども、
その時に、まあ、パワーツーってのはね、あのライブレストランなんですよね。 そうです、はい、そこでよくお会いするですね、そういうつながりです。そうですね、今日はちょっと無理って来てもらったんですけど、そんなことないです、ありがとうございます。そうなんですね、確かにあの僕も昔パワーズ2のランチとかちょこちょこ王子と一緒に行ってましたね。うん、そうなんですね。その時今はなぜ行ってないのかな。めちゃめちゃ美味しいですよね。まあ、まあ美味しいですね。今ちょっとね、あの僕引っ越しをしちゃったのでなかなか行けないんですけどね。王子は今でも行ってるのかな。いや、そうですね、たまーに、たまーに、うん、そこで出会ったっていうことですね。でもそうです、いや前から結構顔はしてたんですけどね。あ、そうなんですね、うん、そうですね、はい、そこで、あ、あるきっかけが、何かのきっかけがあって急に喋り始めたみたいな。まあそうですね、パワーツーの方で私もね、うん、あのイベントやってるんですけど、はいはい、安西さんもねイベントやられてたんでね、そういうつながりがあってね。なるほどですね。ということは普段からそういうイベントとかもやってるとかっていうことなんですか。はい、普段はローランド音楽教室、うんね、うん、青葉楽器のスタジオアンの自宅で音楽教室をやってるんですけれども、そうなんです、ね、はい、オーナーでやってます。あと元祖ニュータンタンメン本舗元住吉店のママをやってるんで。まあじゃあそれですよ、それですよ。あ、うちらそれで何回タンタンメン行ってと思ってるんですか。ありがとうございます。だいぶ行きましたね。行きましたよね、夜中にね。お世話になってますよね、本当にね、はい、ありがとうございます。なんかね、あの時間になるとね、本当にタンタンメン行きたいなとかって何度かね行って、駐車場がいっぱいだったりね、そうですね、して断念したこともあるんですけど、うん、なんか食べたくなる味なんですよね。そうですね、うん、なんかそうですね、あ、じゃあタンタンメン行こうかって、なんか理由はなく、なんかふっと出てくる感じの。あ、ありがとうございます。そうですね、そう、なんかすごい安心できる味っていう感じがねあって、うん、あの冒険したくないなと。冒険したくない。いや、辛さとかで冒険するとかね、そういうのはありますよね。辛さはちょっと私冒険できないんで、いつも普通にしてますけど。なるほど。うらちゃんは1から2からぐらいまで行ったことあるかな。いける、うん、でもまだまだですよね。いや、でも中辛ぐらいが一番美味しいです。おすすめです。はい、じゃあ今度食べなきゃ。いや、今度なくて今日。今日食べる、絶対今日食べる。食べなきゃダメだよ、絶対。わかりました、じゃあ今日の締めは、うん、あれだよ、担々麺の元住吉店でみんなでね、王子誕生会やろう。終わりました、明日はいいの。明日もラストありますからね。それ、はい。なるほどですね、じゃあもう完全にこの地域、この辺の。そうですね、元住吉の、ね、タンタンママっていう風にいつも皆さんタンタンママ、はい、呼んでいただいてます。ありがとうございます。なるほどですね、めっちゃ覚えやすい。あのパワー2でね、毎月1回やってるね、お笑いライブがあるんですけど、はいはい、その時にいつもね、いらしてるんですよね。その時も、はい、あの梅ちゃんといううちでアルバイトをしているお笑い芸人が主催のライブなので、その、はい、タンタン麺のお店でアルバイトをしている。そうなんです。あ、はい、元ね、ボクサーなんです。すごい経歴ですね。ボクサーしながらお笑いやってる人がバイトしてる。要するになかなか食べられないってことですね。なるほどですね。あと俳優をやってる子もバイトしてたりとかしてまして、それで あるきっかけでその俳優が出ている映画を見に行って、うんうんうん、その時にちょっとホーム&ホームという映画と知り合いまして、はいはい、そこで知り合ったアーティストのライブに行くようになって、うん、それから元住吉にいいライブハウスがあるよと誘いまして。めちゃめちゃ近いし。そうですそうです。ぜひぜひ来て、ね、うちらのね、まあ、事務所からも近いんですよね、すごくね。まあまあ近いですね、歩いてすぐですからね。歩いて10分ぐらいかな。あ、そうなんですね、うん、それからイベントをやるようになりました。なるほどですね、はい、そのなんでね、これからね、もういろいろ知り合うきっかけができたんでね、これからね、いろんなことでね、一緒になんかやったり協力したりね、していこうかなと。ぜひよろしくお願いします。なんとそんなことが僕の知らない間に交わされていたんだって。そうですよ、そんなうなちゃんだ。そうなんですね、じゃあ これからお笑いも王子入れていくの。いや、お笑いはちょっとできないんですけど、うん、まあ要するに音楽のイベントですよね。そうですね、うんうんうん、
うん、私はだいたい新宿下北吉祥寺で活動している方とあと地元のミュージシャンを結びつけて、はいはい、そこからまたつながりをというふうに思ってるんで、うん、なるほどですね、はい、で王子の方は川崎のミュージシャンをアーティストを ね、やってらっしゃるのでお笑いもねなんかもう結構元住吉やってる人の中でね結構テレビとか出てる人も何組かいらっしゃいましたよ、ね、そうなんですおーあれ、あれパーツで見たと思ってね、うん、ちょっとびっくりしましたけどねそうなんです牧野捨ててこさんとか、はい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 、あとケンジル君、うん、あと上場軍団あとはアマレス兄弟最近テレビにいろいろ出てる方がいます、ね、なるほどですね、はいぜひミュージシャンもね、はい、地元から出てくれるといいですよねそうですねじゃあその波にうちらも乗っかっちゃって乗りましょうかね乗りましょうよ乗りましょう、ねはい、そこでさっき言ってたあの映画のはいホーム&ホーム、はいはい、そこの、音楽を聴いてからイベントを始めるようになったんです。そうですね。それはなんかねきっかけになったっておっしゃってましたよね。そうです。うん、もともと私も昔歌を歌っていたんですけれども、はい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 、いろいろちょっと悲しい出来事などで、なるほど。メンバーがいなくなったりとか、はい、そういうことで歌うことも、うんうん、ライブハウスに行くこともやめてしまったんですね。うんうん、なるほどですね。パワーズ2といういい箱があるのに、うん、ライブを見に行くっていうこともしなかったんですが、なるほど、うん、そのザ・ラジオカセッツに会ってから、うん、ライブハウスに行くようになって自分はもう歌は歌わないけれども、うん、この若い方の活動を何かつなげていけたらなと思いましてライブを企画するようになりました。あじゃあそのザ・ラジオカセッツっていうアーティストがきっかけなんですね。そうです。ものすごくきっかけ。私と似てるな。私もね、まあ一番最初にインディーズのバンドをね、見るきっかけっていうのが あって、リリってバンドなんですけどね。おそのバンドがいなかったら多分こんな会社も立ち上げてないしね、ラジオもやってないし、イベントもやってなかったんですけどね。まあそういうバンドがいて、まあちょっと、関わるきっかけがあってね、うんうんうん、ずっと最初の頃からまあ活動休止になるまでね、見てましたけどね。なるほどですね。王子もそんな時代があったんですね。ありましたね。懐かしい。懐かしい。うん、懐かしいね。あ、すごい共通点だらけですね。あ、そうですね。すごいな。うん、じゃあ今日は、曲を持ってきていただいたのはこのザ・ラジオ仮説の、はい、そうです。やっぱりそのきっかけになった曲っていうのを持ってきてもらったんですか。はい、そうです。じゃあそれをねぜひ皆さんに聞いていただきましょう、うん、はい、じゃあ曲紹介の方お願いします。はい、ザ・ラジオカセッツでホーム&ホーム。ん？ん？違う。これって違いますよ。これってシャネルズじゃない？違いますよ。ん？あ、ちょっと今シャネルズ。これって違う CD ですか？ん？トロワっていう CD なんですけど、この中に入ってたんですけど、そうです。ちょっと待ってください。ちょっと行った方がいいんじゃない？やだやだ。じゃあ一回ちょっと下げよう。あ、いや今説明しに行った。これ乗っかっちゃまずいんだよね。これ絞ってもらわなきゃダメなんだよね。じゃあちょっとフェードアウトしてもらう。うなちゃん、あ、ごめんなさい、聞いてる皆さんね、はい、ちょっとシャネルズの曲でしたね。なんか俺も違うなと思ったんですけどね、うん、もう一回改めて曲紹介の方お願いします。はい、皆さん聞いてください。ザ・ラジオカセッツでホーム&ホーム。びっくりした。俺でもそのシャネルズがこれなのかなと思って、それ違う。あれ、なんか聞いたことあるなと思って。入れ替わってましたね。なんか向こうであれしちゃったのかな。やばいやばい。
まあいいや、再放送は今のところちょびっと。あ、お願いします。そうするとうまく伝わってるんですけど、うん、慌てちゃったのが映ってますね。あ、そう映像は映っちゃいますね。ね、すみません。時間あるからこれフルで流しちゃえば。うん、ね、ありがとうございます。まあそのトークにも入っちゃうんですけどね。あ、じゃあ流すは流すんです。流すよ。それがトークに載せないで流しちゃう。トークに載せてそのまま告知とか。告知はないんです。告知が、いや今それ、いや今曲で失敗したら流しちゃってあげたいなと思った。ああ。これ流し切りで、そう、うん、あ、流し切りにして終わってからあのトークに入る形でもいいですか。はい、だってもし聞いてたら、本人が聞いてたらさ、えっと思った。もうツイッター流してるから。そうだ、ね、結構3000人ツイッターフォロー者いるからです。じゃあ流し切りにしちゃう。お詫びで。いや、映像残りますね。あ、待って、まあ、何も。ラジオちょっと楽しいでしょ。ちょっとすいません、緊張してます。いや、でも最初にさ、ちゃんとやってる。本当大丈夫。全然大丈夫。全員まとめて撮るか、写真。うん、あ、これは絞んなくて大丈夫です。一瞬なんか、なんだっけ、鎌厚広しないけど、なんか誰かに言ってるのに。この子何歳なんですか。30代ぐらいですね。31くらいかな。大学生の時は日本一とかになってるんですよ、武道館で。そうなんですね。そろそろ終わりですか。はい、あ、そうですね、一番最後に、はい、あ、まだもうちょっとありますね。今日何聞いたか。もうちょっとあります、もうちょっとあります。もうちょっとあるんです。まだまだある。まだあるんです、すいません。本当だ。危ない危ない。じゃあ終わったらそのままもう一回歌ってる人と曲名を言った方がいいですね。失礼しましたとか言ったりしたら、何も言わず、言わなくていいです、はい、もう冒頭に言ったんで大丈夫です。もうちょっと、もうちょっとあります。もうちょっとあります。ホームアンドホームが、
ザ・ラジオカセッツでホーム&ホームでした。なるほどですね。この曲がきっかけだったんですね、はい、なんかすごい初めて聞いたけど、うん、なんかいい曲だね。いい曲ですよね。ちょっと難しいような、はい、ほろぼろする感じがする ね、僕個人的にはすごく好きですよ。あ、よかったです。僕のやってるバンドもこういう感じに近い、あのゆったりした感じの。そうなんですね。そうなんです。なんかこう、あ、いい感じだなって思いながら聞いてました。あ、よかったですはい、この例えば今度、はい、ライブ告知があるんですよね。はい、はい、ありがとう。はい、年に1回あのアンフェスというのをパーズ2でやってまして、はいはいはい、安西フェスティバルのアンフェスなんですが、実は。あ、なるほどですねそうなんです。7月16日海の日、うん、1時から、10時半、夜の10時半まで。結構長い。そうなんですよ。1時って13時のことですか、ね、13時から。1時ってことはランチからディナーまで行くんですね。そうです、そうです。アーティストさんが10組ほど出ます。それで結構出ますね、はい、出演者も紹介してもいいですか、うん、あ、大丈夫ですよ、はい、もちろんです。まず MC がお笑いの梅ちゃんです。あ、噂の梅ちゃん、はい、噂の梅ちゃんです。私も知ってます、はい、で若手のバンドでジーニー・イン・ザ・ティーポット、あとおかゆ、滝本龍太バンド、メロデット、ピードック、夢にぼたもち、小麦粉タンバリン、フロム東京ボーカル佐々木大河、 HTNK、 ザ・ラジオ仮説、この10組が出ます。なるほどですね。めちゃめちゃボリュームたっぷりですね、はい、こんだけ出るとチケット代も高いんじゃないですか。それがですね、チャージが1500円なんです。なんと1500円。チケット代じゃなくてチャージだけでいいんですか、まずは。はい、それで、うん、まあ時間が長いので、うん、あの、まあ、飲んだり食べたりもしていただこうという感じですね、はいはい。でもそんだけ長かったらデイリーとか、はい、あ、デイリーもあのリストバンドつけていただいて。あ、なるほど、はい、まさにフェスですね。どうだ、ランチっていうか1時に来て、はい、少し聞いて飲み食いして、はい、1回家帰ってまた来てもいいんですか。大丈夫です。そう、リストバンドだけなくさなければ、はい、絶対つけといてください。はい、はい、王子とか切りそうな気がするもんな。何を？王子とかリストバンドこう、いやもういいやとか言って切ってまた入ってきたら、リストバンドがない。ハマるかがちょっと心配です。ハマるかが心配。俺のだけゴムにしてくれ。はい。はい、ということですね。ぜひ皆さんね、あのフェス行きましょう。はい。ぜひ。はい。元住吉パワーズツエ。地元ですよね。はい、うん。ここからタワープレイスからもね、歩いて行こうと思えば行けますよね。歩いて15分？いや、もうちょっとかかります。もうちょっとかかるんじゃないですか。うん。はい、そうですね。武蔵小杉駅から歩いていけるし、元住吉駅からバス出てます。で、お店の前にね、ありますね、まあ、バス停が近くにあるんで、ね、あ、バス停ありますね。今度のバス停の近くなんでね、うん、そうですよね。そうですね、はい、まあ、元住吉駅から歩いても10分ぐらい、ね、うん、そうですね、はい、まあ健康のため歩った方がいいかもしれないですじゃあぜひ王子を歩いてください。俺は家から自転車で行きますなるほどですね。はい、ということで、王子、あっという間にもう1時間経とうとしてますよ。そうですね、じゃあちょっとここで締めますかね、うん、ここで一回ね。そうですね、はい、じゃあということで王子締めてください。はい、もう3組目ね、安西さん来ていただきましてね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日出ていただいたゲストの方の情報をもう一度、うんうん、王子の方からね、名前を言っていただいて、イルカヘッドのどまりさんと、ねえなゆりえさんと、のりこさんと、安西さん、うん、はい、うん、そうですね。どまりさんはあの何も告知をしていかなかったんですけど、あ、と確かね、うん、7月の22日に、うん、町田ミュージックパークに出ますね。あ、なるほどですね、うん、じゃあ町田ミュージックパーク、この情報は、うん、ドリブケメダのホームページ行かない、ドマイさんのところでは載ってないです多分。あ、載ってないですかなんでですか告知しろよ少しはよじゃあドリームキングダムのホームページですね、はい、見ていただいて、ね、あとはラジオブログの方にも書いておこうかなと思います。 そうですね、そしてね、うなちゃん、明日がね、うん、あるんです。まだ明日は、誕生日ライブのね、ラストがあるんですよ。おお、うん、じゃあ王子からぜひ、はい、6月30日ね、うん、ドリームキングダム11周年記念ライブ、王子一生青春。お、一生青春ですね。うん、来たね。
場所がね、川崎駅から歩いて、まあ5分ぐらいですよね。川崎セルビアンナイトさんで、行われます。時間がね、はい、3時半オープンで、3時50分スタートです。結構早いな。いつもよりなんか4時とかや5時とか、そのぐらいのイメージがあったんですけどね。うん、多少少しね、組数も多いんでね。うん、あんまり遅くまではやらない予定なんですけどね。はい。うん、ぜひ皆さんね、誕生日ライブラストなんですけどね、30日、うん、まあ6月も30日で終わりなんでね、うん、ぜひね来てくださいよ。出演者は、出演者はね、出演者は、出演者はちょっとうなちゃんの方から紹介してください。覚えてるんじゃないのそういうのって。はい、じゃあ出演者はね、王子の代わりにちょっとこう紹介させていただきますと、ちょっと疲れちゃった、ルーカさんですね。でトンコさんと鈴木翔子さん、あ、名前変わったんですね。そうですね、翔子ちゃんフルネームだった。はい、そしてあやねさん、うん、でミスレッドシアターさん、うん、で、シオンさんですね、はい、で前田ゆかりさん、うん、で奥山しおりさんですね。豪華ですね。豪華ですね。ぜひ皆さん明日遊びに来てください。そうですね、うん、そして本日のゲストのね、ねえのゆれいさんのライブも先ほど言ってました8月の11日、うん、池尻大橋駅で、うん、音肉バル、うん、アゲハスシュノリワンマンライブということですね、はい、真面目にやります。ボリューム2所長見舞い申し上げますも、うん、19時開演でありますので、うん、こちらもぜひ皆さん行ってください。そして次はアンフェスですね。そうですね、アンフェス、こちらは元住吉パワーズ2、うん、こちらは7月の16日祝日月曜日なんですけど、海の日で皆さん行けます、うん、ということでオープン12時半、スタートが13時から、うん、そして夜の10時ぐらいまで、10時半ぐらいまでやるっていうことでね、これも長い一日ですよ。ああ、跳馬ですね。はい、もう楽しいイベントばっかりですよ、王子。うなちゃん行くんでしょ？僕ですか、うん、僕行くかな、行けるかな。僕もちょっと遠いところに今いますので、ぜひ行けるようにね。ラジオで宣言しちゃいないよね。はい、ぜひ行けるように挑戦したいと思いますんでね。そうですね。そしてドリームキングでもね、クラブチッタの方のスケジュールが決まってまして、うん、はい、10月15日月曜なんですけども、はい、まだステージがね、全て確定してないんで告知はしてませんが、うん、まあ、前回ね、6月10日の日曜日やったんですけど、うん、まあ、ちょっと日はね少し空いちゃうんですけどね、またチッタの方もやっていきますんでね。そうですね、皆さん来てください。そして僕らのこの番組次回が、はい、なんとだいぶ先になってしまって、夏休みが終わる時だね。本当の夏休みが終わる日です。で、夏休みの最終日って覚えてもらえばいいのかな。そうだね、8月31日はい、うん、8月の31日第5金曜日になっております、うん、この日はなんと18時から19時、うん、今日はですね18時半からっていうことだったんですけど、うん、この日は18時からの1時間になりますので、うん、そう、なんかもしね、あれだったら安西さんにまた来てもらいたいなと思うんですよね。ああ、なるほどですね、はい、時間が合えばね。はい、ありがとうございます。はい、ということで王子、今日も1時間、うん、楽しかったですね。まあラジオは楽しいよね。うん、うん、じゃあもう時間がないんでね、じゃあそれではね、皆さん8月31日までさよなら。さよなら、良い週末を。ボーラーもだってないのに3でしょ。また明日なんていう。また明日。また明日。ああ、お疲れ様、ありがとうございました。生放送って結構アドリブでやるんで大変なんですよ、ね。すごいですね。普段やってないかもしれないね。もう怖い。3ヶ月も4ヶ月もやってないうちにやるんだから。ああね、ありがとうございます。